クリフォード・オデッツはアメリカ合衆国のユダヤ人劇作家。1906年7月18日、ペンシルベニア州フィラデルフィアにおいて生まれる。父はロシア系ユダヤ人実業家だった。ニューヨークで育ち、高校中退後俳優となる。1931年、グループシアターに参加。リー・ストラスバーグ、ハロルド・クラーマン。 チェリル・クル・フォードたちによる新しいアメリカ議曲を上演することを目標とする俳優集団で演技においてスタニスラフスキーシステムを取り入れた進歩的集団だった。1934年アメリカの共産主義者党に参加。劇作家に転向するとレフティを待ちながらなどで社会主義的作風を示す。貧しい移民や労働者のストライキ。 映画俳優の堕落などを通し、人間の生きるべき道を探し示す作品により評価を受ける。1937年1月8日、女優のルイーゼライナーと結婚するが、オデッツがフランシス・ファーマーと不倫関係にあったため、1940年5月14日に離婚。その後、フェーレイや無名の女性たちと浮き名を流し、1943年5月14日に、 ベティ・グレーソンと二度目の結婚をし、二人の子供を授かるが1952年1月に離婚。1963年8月14日、ロサンゼルスでガンにより死去。ありがとうございます。